さん、はい、おめでとうございます。はい、あの次はですね、小林さん、ちょっとずっと釣りをする、忙しくて釣りができなくて、復活したのが7月、それまで3ヶ月ぐらい釣りしなくて、まあ、その時にあの裾野でみんなで遊んだ時に、あの可愛げでヘキサゴンをやって、全然釣れなくて、まあ、吉村さんに。あのまあ、私にもですね、ボロクソ言われて、そこからあのめちゃくちゃ練習して、ここまでついに来ました、ね、吉村さん、ね、そうですよね、はい、もうチャンピオンですから、チャンピオン、はい、本当に努力しました、おめでとうございます。